かやまの紅葉西が、かやま公園、東が岩園。かやま公園は、中国北京市海よどくバイバイ外40番地にある公園で、かつては西予園と呼ばれた清王朝の提出庭園であった。毎年秋に北京で紅葉を眺めには、何十万人もの観光客がかやまを訪れる。かやま公園は、北京市のかやまの登録に位置し、百八十八ヘクタールの 面積を有している。公園の名前は手法である、コーロボンにちなんで名付けられている。京の香山長安寺は塔及び、寮、金の時代にに作られた。金の大定26年、香山寺の近くで香山宮殿の建設が始まり、幼生13年には香山宮殿は拡張された。建立皇帝10年は香山に大規模な三り立庭園が建設され、28、 風景が完成した。建立12年に、香山宮殿は、建立皇帝によって与えられた、西よろし園に改名された。新王朝の西北にある、三山五園の中で、静かよろし園は一つの山と一つの庭園であった。この公園は、遠鏡八発景の一つである、西山青雪の場所でもあった。皆、豊か10年に、静かよろし園は、 イギリス・フランス連合軍によって略奪され、焼かれた。高所26年に、静かよろ支援は8カ国連合軍によって略奪され、破壊された。1913年の秋、ジャーナリスト、教育者の映画は、カトリック教会たち若者を募集して、婦人社をこの公園内に設立し、これは、カトリック、婦人大学の前身であった。1917年、 自家霊障で洪水が発生し、熊丸都市は西洋園に鹿山寺要員を設立した。中華民国の時代、静かよろし園は鹿山市立幼稚園を除けば、あらゆる分野の有名人で占められ、多くの個人別荘が建てられた。1949年3月25日、中国共産党中央委員会は鹿山に移り、同年末には退去して北京に移った。 1956年、静かよろし園は、観光客へ開放された、香山公園としてオープンした。1979年、園内の壁雲寺は再建され、香山公園の一部として一般に公開された。香山公園の森林面積率は96%に達し、そのうち5800本以上の原生樹木があり、北京の原生樹木の総数の4分の1を占めていす。 香山公園は北京で負の酸素イオンが最も高い地域の一つである。1986年、香山公園は新北京16系の一つに選ばれた。香山公園には主に8つの属に十4の種が含まれ、合計14万本の樹木と約1400ムーの植栽面積がある。その中には植栽面積が1200ムーの10万本以上のハグマの木があり、 これが、香山紅公の主な種である。1993年以来、香山公園は、毎年、首都文明単位として評価されていて、2001年に、香山公園は中国国家観光局によって、全国クアット A レベルの観光名所として評価、されている。2002年には、北京有料公園の最初のリストに入った。2004年、 ISO9001 国際品質管理システムと ISO14001 国際環境管理システム認証に合格した。香山公園にある中国共産党中央委員会の事務所を香山革命記念地に変えられ2019年9月12日には中国共産党中央委員会総書記国家主席中央軍事委員会主席の習近平が 香山革命記念地を訪れて、翌日9月13日からは香山革命記念地が一般公開された。ありがとうございます。